さあ今回のホリック、まずはこちらのニュースからです。豊洲市場への移転問題について都議会の特別委員会が石原慎太郎元都知事を参考人として招致することを決めたのを受け、おととい石原氏は喜んで応じると答えました。特別委員会は来月にも石原元知事を呼ぶことで調整を進めています。さあご覧のように未だ混迷が続く築地豊洲の移転問題ですが、築地で働く皆さんの保障、そして森土から始まった衛生面の問題、はい、さらに維持費などさまざまな問題がありますが、はい、宮瀬さん、今回取り上げるのはこちらです。環状2号線問題ということで、これ計画がですね大幅に今遅れてるんですね、はい、概略ご覧ください。築地から豊洲への移転延期が長期化するのに伴い、2020年東京オリンピック・パラリンピックの最重要輸送路として期待されていた環状2号線の全線開通も大幅に遅れ、現在選手村などの施設建設の遅延、騒音、渋滞などさまざまな問題が生じているんです。どこを通ってるんでしょうね、はい、こちら地図を用意しました。見てみましょう。当初の予定ではですね、環状2号線は秋葉原駅と江東区有明地区を結ぶ約14キロ、はい、道路ここだったんですか。そうなんです。環状線って聞くとどのあたりを皆さん思い浮かべますか。環状線で言ったら環7、環八っていうのがよく、確かにね、頭の中で浮かんできますけど、環2、今回は環2。そうなんです、環2、環2なんですね、はい、で特にあの汐留、日本テレビがあるあたりです、はい、あんまり関係ないフジテレビとしてはねでも今回のここはすごく関係ありますよ、お台場に行くときは。あ、そうですか、はい、そうですか。虎ノ門のあたりか、虎ノ門ヒルズのあたりから、あの今トンネルを通って汐留、そして築地の方まで抜けられるんです、有明ですね、さらにここをきちんと整備していきましょうって話だったんです、はい、秋葉原駅と江東区有明地区を結ぶ14キロの路線だったんですね、はい、さあ皆さんの意識調査結果見ていきたいと思います。環状2号線そもそもどこ走っているか皆さんご存知でしたか、せーのドン。知らない1278票、まあ、多いですね、うん、でスタジオの前を走る道がちょうどこう半蔵門の目の前、はい、環状1号線です、はい、で環状2号線は築地市場を通る、新橋晴海豊洲間のおよそ 3.4 キロが未開通のままだっていうんですね、うん、はい、でどんなこれが問題を生むんでしょうかと、これが未開通のままだと、はい、専門家の方に伺いました。明治大学都市政策がご専門、市川博教授です。この問題はその市場移転というテーマにみんな気持ちがいってますけど、この環状2号線が中途半端に開通するしかないということのその問題、まずあの2つあって、1つはあのオリンピックが始まる前の建設事業で、特にここに近いのは晴海の選手村、これがですね建設が始まるんですが、この工事車両どうするんだろうってまだわからないです。あのすごい量が入るので非常に懸念されますよね。で、まあ、あとはあのオリンピック始まるといずれわかりますけど、この環状2号線は相当の車の通行量になりますから、その時に一体どうするのと。要するに地下を通って第一京浜と海岸通りの渋滞を避ける、交差点がないですからね、ということができなくなるので、そうすると地上接続で、まあ、あの臨海が来れば海岸通りと第一京浜のところで信号待ちが発生する。で現在すでに新太郎通りから地上上がるときに信号待ちで渋滞してますから、これオリンピック始まると大変なことになると。新虎通りね、確かにあそこね、うん、ちょっと今混んでますよ、僕も時々通るんですけど、あのトンネルも実を言うと5年ぐらいかかってるんですよ、はい、そうなんですね。でもうだからこれからトンネルここに通そうと思ったら大変です。築地がここにありますから、はい、でこれ結局じゃあトンネルじゃなくて地上で迂回させていくのかという話になりますよね、うん、選手村です、はい、どうするんでしょう、大渋滞が発生するかもしれませんね。でこうした状況を都はどう考えているんでしょうか、はい、建設局に問い合わせたところ、こちらの赤色がですね暫定道路です。そして黄色ですね、黄色がですね、はい、暫定道路です、はい、でそして赤色が側道ということになるんですが、暫定道路をまず2ヶ月で作りますと、うん、で暫定道路とは別の側道も建設しますと。でただし築地市場の建物を多少壊さないといけないので営業中は、作業ができませんと、うん、
で今後のスケジュールは決まっていませんということです。先の予定が見えていません、はい、これだから築地移転が本当だったら、まあ、去年の11月に住んでいる前提だったわけですよね、はい、どうなるんでしょうか、有明地区に建設が予定されている大会関連の施設は実は選手村だけではないんですね。有明アリーナをはじめ全部で7つの施設が、はい、建設計画があります。でその工事のために出入りする車両の数はなんと東京都の想定で、はい、多い時にどれぐらいかというとなんと2538台、はい、環状2号線はこの車両の7割が往来する予定だったんです。どこを走るんですかね。どこですか。大変ですよ。でさらにたとえ施設の建設が大会前に、まあ、完了したとしても、うん、こんな問題もあります。ドン、東京五輪の来場者数は、延べ1000万人を1日あたり92万人を増加というのを見込んでるんですね、うん、はい、ちなみに1日平均で10万人の利用者がいるゆりかもめ、はい、乗ってました。同じく有明地区で行われるコミケの時期になりますと25万人に増加で、すごいです。あとフジテレビの夏のイベントなどの時にもすごい量の方が利用されますからね、うん、それでゆりかもめなども含めて1時間待ちが状態が起きて交通網がパンクします、うん、はい、問題だらけの環状2号線問題ですが、あと3年半です。2020までは、うん、どうすればいいんでしょうか。再び市川教授に伺いました。暫定道路をちょうどこの運河側に通すんですけども、その後のこの地下に行く接続はどうなるかが実はあまり発表されてないんですよね。だこの接続が例えば1年ぐらいの突貫工事できるのかどうか、それにかかってますね。申し訳ないけどこの市場の一部を早く壊してほしいと思っていてここだけは道路通してもらいたいと。それで暫定道路を作ってトンネルに入らないと地上接続ですから、このトンネルを通すことが重要で、このことはなんとか実現してほしいですね。豊洲の住民の皆さんからは工事車両による騒音を危惧した要望書が実は都に提出されているという情報もあります、はい、さあ瀬尾さんいかがですか、うん、まあ、あのやっぱり今回の豊洲の問題は時間との戦いですよ ね、 そうですね、うん、非常に難しいと思います。ただ例えば工事全体、あの要するに車両の工事車両が多いことに関しては多分工事全体の、作業量を減らす、要するにもう無駄なものを作らないとかですね、うん、そうすることによってあの移動量を減らしていくとか、そういう対策も必要なんじゃないですか、うん、本当ですね。まるであのリオパラリンピックオリンピックの時みたいにちょっと簡易なものでも済まそうというようなことになりますかね。私はむしろそうしてほしいなと思ってますけど ね、 そうですね。コンパクト五輪っていうのがそもそものコンセプトでしたよね、はい、うん、でもやっぱりその工事、まあ、期間間に合わせるためにやっぱ24時間ね、もしかしたらやるかもしれない、うん、そうすると本当に夜間までも騒音で悩まされる、付近の人だったらとっても大変だけど我慢できないと思いますよね。本当ですよね。いろいろことがちょっとずつ変わってきてしまったわけだから、当初の予定をこういった細かいところまで全部変えていって、先ほどね、それこそリオの時のようにコンパクトにする方向に変えるとか、そういったなんか発想の転換も一つした方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。築地市場困りましたね、はい、一部を少し壊しながらそして道路を作らなきゃいけない。でもその築地市場の行き場が今なかなかないということで、瀬尾さん改めて東京都政小池さんの差配も気になりますけれども。そうですね、本当に豊洲についてはですね、例えばまだ築地が本当は豊洲に比べて安全かどうかっていう、そこもまだ測定されてないんで、そこもなかなか比較できないとか問題があるんですけど、僕はすごく気になったのは報道の姿勢の問題なんですよね。これ選挙の時からそうなんですけど、これから都議選に向かってですね、例えば新党がどうだとかですね、要するに政局絡み、そうなんで、いわゆる劇場型報道に政治がなりがちなんですよね。で、それはもうある種のポピュリズムになっちゃうんで、ではなくて、まあ一つのこういう政策の検証、こういうのをしっかりやってほしいですよね。そうですよね、ツイッターでもねいろいろ来てますよ本当に皆さん、ただね片谷稲さん、小池さんになるまでの都政は当事者意識のない人ばかりが仕切っている文化祭の準備のようだというね、かつての責任問題というについての言及がありました。ただまあ本当にどこに着地するのかっていうそっちの中身の問題ですよね、瀬尾さんおっしゃる通りだと思います。ニュースオリックでした、はい。